まず夏希さんの思う北区と東区のイメージというのをフリップに書いてもらいました、はい、こんなイメージです。私のイメージは大学が多い、そして丘珠空港がある、津ドームがあるが私のイメージです。北海道2区のイメージをざっくり3つ挙げてくれた夏希さん。ちなみに丘珠空港を使ったことはないそうです。そもそも夏希さん世代の若い人たちは選挙のことを知っているのか、北大前で聞き込み開始です。今選挙あるのってご存知ですか？あ、なんか最近近くで選挙カーみたいな通ってる声が聞こえるんで。どんな選挙かって知ってますか？あ、僕は知らないです。今選挙が行われているのって知ってますか？はい。選挙って行ったことはありますか？選挙行ったことないですね。2区ってどこか分かりますか？あまり分かんないです。ほとんどの学生が選挙があることを知ってはいたものの、何の選挙かまでは知らない人が多いようです。さて、はい、今横断歩道を渡っていますが、はい、特別な横断歩道です。この横断歩道が特別なんですか？何か感じます？なんだろう、日当たりがいいしか分かんないですけど、日が出て、ね、日がさんさんと、はい、立地がいいとかですか、はい、通りを渡りました、はいはい、選挙区が変わりました。ここか、ここはでも北区ではあるんですよね。そう、あっちも北区、うん、そうですよね、こっちも北区ということは、あのマンションに住んでいる人は投票権が今回あるんだけれども、通り渡ってこのマンションに住んでいる人には投票権がないと。いわゆる一票の格差を解消するため、2017年の衆院選から区割りの見直しが行われ、北区に住むおよそ8000人がお隣の北海道1区に移りました。日当たりは確かに良かったかもしれないけれども日当たり以上に、あ、一つ重要な通りだったんだなっていうのがね。続いて向かったのは地下鉄南北線が通る北24条駅。北24条にやってきました。実は札幌で人口一番多いのってここ北区なんです。あ、そうなんです。北区の人口は市内10区で最多の28万人余り、東区は2番目に多いおよそ26万人、北海道2区は人口が多い2つの区を抱えていることになります。有権者はこのコロナ禍でどんな政策を望んでいるのか、昭和32年から続く昔ながらの市場でお話を伺うことに。どうもお久しぶりです。こんにちは。ちょっとお話聞かせてください。政治に期待すること、求めることって今何ですか？全くないです今の政治全然どうしようもないじゃないですか。それに今のこれ補選でしょ、来年今年の10月にまた選挙やるんでしょどうせっていうぐらいの感覚だから。コロナの影響でどんなことがありましたか？はい、そうですね、やっぱりお客さんが圧倒的に出歩くのは少なくなった感じはありますね。中央区に次いで飲食店が多い北区、北24条駅周辺は居酒屋やスナックなどが多く集まっています。コロナの影響を大きく受けている飲食店、夏希さんが2年前に一押しのロケで訪れたという立ち食いそばの店で話を聞いてみることにしました。がしかし、本日はちょっと この辺であることは間違いない。この辺だったんですけど、この辺だったあれ、この1階にあったんですよね。え、いや、だからもしかしたら本当に閉店しちゃったのかも。夏希さんが人生で初めて食べた思い出の立ち食いそば。立ち食いそばをずっとしてみたかったんですよ、うん、本当に閉店してしまったのか。近くの系列店に当時の店長がいるということで、そこでお話を聞くことに。こんにちは。なくてちょっとびっくりしたんです、はいはい、すいませんね。閉められちゃったんですか？売り上げももちろんダーンと下がってったし、先行きももう全然見えなかったから、人件費もかかっちゃうんで、パッとやめちゃったんですね。去年の3月に店を閉じたという立ち食いそば三船。
今は北24条で焼き鳥店のみ営業していますが、売り上げは例年の半分ほどだといいます。政治に何期待します？ここで一人政治家が一人変わったところで何変わるんだのかなっていうのは正直な気持ちはありますよ。もう早く収束して元の売り上げに戻るのがやっぱり一番望んでますよね、うん、我々はね。はい、街歩きしながら本当にいろいろな切実な声聞くことできましたね。そうですね。そして私が印象的だったのはやっぱり取材したお店がなくなってしまったことが驚き、そしてショックでした、うん、そして取材した大学生の方が去年コロナの影響でアルバイト先がなくなってしまって、うん、およそ4万円あったお給料が今もなくなってしまい、うん、まだ新しいアルバイト先がなかなか見つからなくて大変だと言ってたことが印象的でした。そうですね、応募口がとても少ないというお話されていましたね、うん、そして私も感じたんですけれども、期待することはもう皆さんほぼコロナ対策なんですね、うん、でもただそのコロナの3文字を周標のために演説で声高に叫ぶのではなくて、より具体的な政策で自分が思っている不安を解消してくれる人物を心から求めているんだなということを本当に強く感じました。